紅茶の入れ方が知りたいです。ポットをあらかじめ温めておくのがコツだとは聞くわね。なるほど。私はいつも冷たいポットを引っ張り出していました。しっかり温めたポットに茶葉を入れたら、沸騰したお湯を勢いよく注いで、すぐに蓋をする。勢いよくお湯を入れるのは得意です。お湯を入れたらじっくり待つの。これが苦手なんです。ケイト様とのおしゃべりが楽しくて、つい茶葉を蒸らしすぎて苦くなっちゃうんです。エミリコが入れてくれる妙に苦い紅茶、ケイトは結構好きよ。ケイト様。